主任技術者とは、建設業法の規定により、外中総額4000万円未満の元請け業者、並びに、下請け負いに入る、建設業者が、直接雇用する技術者の中から、現場に配置しなければならない技術者のことである。外中総額4000万円以上の元請け負いの、現場には、主任技術者に変えて、管理技術者の配置が必要となる。なお、 ここでの4000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は6000万円となる。請負い代金の額が500万円未満で、建設業許可を取得していない者が行う、小規模工事の場合は、主任技術者の配置の必要はない。ただし、建設業許可を取得しているものであれば、請負い代金の額が500万円未満であっても、主任技術者の配置は必要である。 主任技術者の職務は、建設工事の適正な施考を確保する観点から、当該工事現場における建設工事の施行の、技術上の管理を司さることである。すなわち、建設工事の施行にあたり、施行内容、工程、技術的こと契約書及び、設計図書の内容を把握した上で、その施行計画を作成し、工事全体の工程の把握、 工程変更への適切な対応等具体的な工事の工程管理、品質確保の体制整備、検査及び試験の実施等及び工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理を行うとともに、当該建設工事の施行に従事する者の,の技術上の指導監督を行うことである。施行体制台帳、採取単形通知書を作成する、 公共工事における発注者による主任技術者についての確認事項。主任技術者となるためには次の資格が必要である。委員は管理技術者として業務も可能な職種主任技術者の選任は工事を受け負った建設業者との直接的かつ向上的な雇用関係にある技術者に限られており、在籍出向者、派遣社員は認められない。 工事を受け負った建設業者との雇用関係に疑義があるときは、建設業者の名称と主任技術者の氏名が記載されている健康保険被保険者証、健康保険被保険者標準報酬決定通知書、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書により確認することができる。持ち株会社化等による直接的かつ工場的な雇用関係の 取扱建設業を取り巻く経営環境の変化等に対応するため建設業者が営業上渡や会社分割をした場合や持ち株会社化等により企業集団を形成している場合における建設業者と管理技術者等との間の直接的かつ向上的な雇用関係の取扱いの特例について次の通り定めている 建設業許可業者の契約締結権を有する営業所における専任の技術者は営業所に常勤してもっぱらその職務に従事することが求められており原則として工事現場に配置することはできない。ただし特例として当該営業所において請負い契約が締結された建設工事であって工事現場の職務に従事しながら 実質的に営業所の職務にも従事し得る程度に、工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取り得る体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ向上的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者または管理技術者となることができる。なお、営業所における専任の技術者には、 長期の通り工事現場への配置に関して制限があるため他に主任技術者資格を有する技術者を雇用していない建設業許可業者は主任技術者の専任を要しない工事であってもこの特例に該当しない場所の工事を請け負うことはできない建設業法第26条の2第1項及び第2項は請け負った建設工事に含まれる 専門工事を施行する建設業許可業者に対して当該専門工事の施行の技術上の管理を司る主任技術者の資格を有する者の配置を義務付けたものである。ありがとうございます。